両方獲得時から富安を絶賛して高い外宮な昇天してしまう。海外有名ブーナーの出来合いぶりをお届けします。アーセナルの富安獲得時、彼がアーセナルで成功しますように数試合プレイを見て、彼がどのようなプレイヤーかを知るまでは何とも言えないが、期待してる。早速心をつかむ富安。富安なんて素敵な男だ。ありがとう富安。あまり話されてないけど、彼のパフォーマンスは素晴らしかった。さらに出来合い、近年のアーセナルで最も安定したライトバックの一人と言っても良いだろう。 LOVE トミマルティネッリが生き生きしていたのは、富安が後ろにいたからだ。富は彼が広いスペースで自由にプレイさせることができる。昇天寸前、富安に感謝。専門外のプレイでサラーを抑えたなんてオールマイティな選手なんだ。富安はピッチのどのポジションでもきっちり仕事をするタイプの選手。